ぱり女子だよ。男子の 400m 競走も素晴らしいレースを期待しております。それでは出場する選手を内側から順に紹介してまいりたいと思いますので、スタンドの皆さんどうぞご協力をよろしくお願いします。第1レーン、ママダ・コーダイ君、成田大勢です。第2レーン、スミヤ・リョウ君、同じく成田。第3レーン、吉川・リョウ君、千葉・東。第4レーン、小宮山拓君、八千代松陰。第5レーン、富田良太郎君、市立松戸。第6レーン、山本俊太君、八千代松陰。さあ、シードレーンに八千代松陰2人。そして第7レーンは川本直也君、東海大浦安。そして第8レーンは川上智也君、千葉東。さあ、全く予想がつきにくい男子の 400m 競走決勝、どんなレース、どんなタイムが出ますか、ご注目を。さあ、第6レーンの山本俊太君、八千代松陰、なんと八千代松陰ワンツーワンツーだ、ワンツーフィニッシュ、八千代松陰すごい。そして足の心配があった吉川君、まだまだ、完全復活というレベルではなさそう。安全運転で予選準決走っていた感じでありました。なんとかね、無事に通過していってほしいところであります。さあ、といったところで、やはり7秒台1人、あと全部8秒台確定しました。結果が出ます。それではただいま終了しました。男子 400m 競走決勝の結果をお伝えいたします。プログラムは22ページをお開きください。1着1152番山本俊太君八千代松陰、時間47秒91。2着1149番小宮山拓君八千代松陰、時間48秒02。3着1655番吉川亮君、失礼しました、千葉東、時間48秒11。4着825番ママダ・コーダイ君成田、時間48秒24。5着2493番川本直也君東海大浦安、
時間48秒44、6着1647番川上智也君千葉東、時間48秒49、7着3111番富田良太郎君市立松戸、時間48秒62、8着811番住谷亮君成田、時間48秒93。以上、男子 400m 競走決勝の結果でした。